ますひどくなってる。さっきトパーズと戦った時、誰が見えたと思う？カカリア様だ。リングの向こう側から俺に向けてナイフのように鋭い標柱を繰り出してきた。俺もそう思う。これはもうカルチャーショックだけで説明できる問題じゃねえよな。カンパニーの悪党が大守護者に変装してルカ兄ちゃんが手出しできないようにしたんだよ。ルカ選手、これからしばらくは試合の予定はありませんし、この機会にしっかり休んでください。ああ、俺は鉄人じゃねえから少し休まないとだな。そうだ、鉄って言えばドスクロのフック様、なんで一人でここにいるんだ？スバローグはどうした？スバローグはデータを取ってくるってさ。それでルカ兄ちゃんの試合を邪魔しないように私にここで待ってろって言ったんだよ。私はいい子だからそれを守って一人でここにいたんだ。データを取りに？まあいいや、俺が気にするようなことじゃねえだろうし。それよりコーチ、正直俺の症状はこれ以上放っておけねえなって思う。でも選手で医者に診てもらうにはどこへ行けばいいんだ？分かった。その人たちの医術がナタネーと同じくらいすげえといいが。牧師って何をする場所なんだ？簡単に説明しますと、選手で情報技術を担当する機関で、普段は未来を予測することが主な仕事です。未来を予測？そんなすごい機関なのか。あれ、リンクスは人付き合いが苦手なはずだろ？思ってたよりすげえやつだったんだな。さてこれからどうする？先に医者に診てもらうか、それとも大牧師に行くか。私も賛成です。幻覚がひどくなってるのでしたら早く診てもらった方がいいでしょう。私も行く。ドスクロのフック様、スバローグさんが言ってたんですよね、ルカ選手の邪魔をしてはいけないと。でも控え室は狭いし退屈でつまらないよ。こんな場所じゃ私の力をちっとも発揮できない。でしたらドスクロのフック様、私が金人港にお連れして美味しいものを食べに行くのはどうでしょうか？どうです、一口かじるとキーキーなどレンコン餅を食べたことはありますか？ない。なんだそれ、その健康餅を食べさせてくれるなら、お前をモグラ島グルメ探検隊長に任命してやる。ありがとうございます、ドスクロのフック様。それでは早速参りましょうか。カメリさんは本当に優しい人だ。あっという間にフックと仲良しになっちまった。よしコーチ、俺らも出発しよう。探偵室なんだな。この場所全体が病院ってことなのか。
いくらなんでも大きすぎるだろう。医学の研究所みてえな場所なのか。直接こんなところに連れてきてくれるなんて、お前は本当にすごいやつだな。この貼り薬を何枚か貼っておけば大丈夫ですよ。俺って師匠じゃねえか。どうしてあいつもここにいるんだ。偶然だな。師匠もどっかおかしいのか。おかしいのはあんたでしょ。何言ってんの。ごめんごめん、師匠も病気を見てもらいに来たのかって言いたかったんだ。そういうことね。ううん、違うよ。さっきの運気軍たちのためにうち身に効く薬をもらいに来たの。ああ、そうだったのか。ごめん、あれはちょっとやりすぎた。公正な競技なんだから謝る必要なんてないよ。むしろルカには感謝してるんだ。彼らもあんたの実力をすごく褒めてて、自分たちももっと修行をしないとってやる気になってくれたんだから。またお会いしましたね。そちらの方は？はじめまして。俺はこいつの相棒でルカってんだ。ベロブルグから来た演武天霊の出場選手なんだぜ。ベロブルグ、申し訳ありません。勉強不足で聞いたことが。ですがラフへようこそ。私はレイサと言います。ルカさんは診察を受けに来たんですか。ちょっと変な話なんだが。興味深いですね。まずは造影検査をしてみて、脳に器質的な問題がないか確認しましょう。格闘家ですとこの問題はどうしても避けられませんので。気質？それって何と関係あるの？気質が悪いのも病気ってこと？気質的な問題です。どう説明すれば。要するに脳に異常があるかどうかってことですね。え？脳に異常？ご安心ください。探偵師に来ていただいたからには私が必ず何とかしますので。それでは立ったまま動かないでくださいね。3、2、1。チーズ。これは記念写真ではありません。先生、何か分かったのか。俺は助かるのか。ルカさんの脳には巨大な影があるようです。まさか。そんな、俺はまだ若いんだ。先生、まだ死にたくねえ。その影、私の手みたい。しかもこれ勝利の印じゃないですか。だから記念写真ではないと言ったのに。もう、造影検査の結果、脳には特に異常はないようです。ルカさん、最近何か変わったものを食べたりしませんでしたか。先週に着いた時に名物料理を食べたっけ。レンコン餅に乱切り牛もつのラー油和え、それから林園氷泉にソーダ豆汁にラーズージー、それと茎ニンニクの豚バラ炒め。試合が始まってからはメニューが制限されて、玄米にトウモロコシにそば、そして鶏胸肉の水煮に牛もも肉の水煮と、あとは魚の水煮やエビの水煮。何その味気のないご飯。てか勇気を出して正直に答えて。
もしかして彼にいじめられてない？心配しなくていいよ、私が何とかしてあげるから。そんなんじゃないって。今は試合期間中だから食事を制限して考えなしに食べないようにしてるだけだ。食事の内容は驚きですが、脳に悪いものはなさそうですね。あ、そうだ、スシオとの試合が終わった後グッドドリームソーダを飲んだぜ。まあでもその前からすでに幻覚は見えてたかな。グッドドリームソーダですか。なるほど、どういうことか大体わかりました。異教の地ということもあり、あなたはずっと神経を張り詰めていた。そしてそんな不安定な精神状態の中、グッドドリームソーダを飲んだために症状が悪化してしまったのでしょう。あの飲み物にはたくさんの物質が含まれていて、本来は安眠を促進し素敵な夢が見られるようにしてくれるものです。しかし何らかの理由であなたの不安を増長させ、重度の幻覚を引き起こしてしまったようです。悪い、今の説明さっぱり理解できねえ。理解できなくても大丈夫ですよ。この症状は薬では治せないということだけ分かってもらえれば。つまり治すのに薬を飲む必要はありません。ラフの街をたくさん散策して新しいものに触れて刺激を受けてください。それとグッドドリームソーダはもう飲まないように。そうすれば数日もせずに症状が消えていくはずです。ラフの街をたくさん散策してグッドドリームソーダはもう飲まないようにする。わかった、言われたことはちゃんとメモしたぜ。あ、ちょうどあなたの症状を和らげるのに役立つものがあるのを思い出しました。少し待っててください。症状を和らげるのに役立つもの？レイサさんはこの薬が一番即効性があるって言ってたけど、明日も試合の予定があるのに大丈夫かな。ううん、ないよ。あれ、知らないの？演武天霊には人気復活制度っていうのがあるんだ。敗退した選手やチームでも観客からの投票で十分な人気を集められれば敗者復活戦に挑戦できて、そこで勝てたら演武台に戻れるんだよ。師匠のチームってそんなに人気があんのか？ふふん、主に親友のおかげだけどね。私たちのケイちゃんが配信でちょっと呼びかけるだけで、たちまち海線山線盛り上がること間違いないんだから。言いたいことが分かればいいの。とにかくケイちゃんが頑張ってくれたおかげで、私たちはこうしてまた戻ってこられたってわけ。それいいな、頼りになる友人がいるってのは世界で一番幸せなことだぜ。ルカさん、お待たせしました。見てください、こちらがあなたのために用意した夢爆療法です。モニューっと、何この感触。もう一回。ねえ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 、すっごくかわいい。いちご大福みたいだね。ももかわいいね。ももこんな可愛いものを前にして理性を保てるはずないでしょう。これは選手主命の夢爆です。温和で滋養作用があり、確かに美味しそうに見えますが、決して食べてはいけませんよ。可愛いのは間違いないが、こいつが俺の病気を治してくれんのか。夢爆は奥質を食べる生物です。
この子を抱いて眠れば睡眠の質が向上し不眠症に耐む、さらには不安や憂鬱な気持ちが和らぎます。そして夢箔は濃い味の奥質を特に好んで食べるので、あなたの不安が大きいほど喜んで食べてくれます。そうですよね。ねえねえ、なんかすごそうだな。でこいつの値段はいくらなんだ？その点はご心配なく、この夢箔は私が個人的に飼っている子ですので、あなたの症状が良くなるまでこの子を預けます。ただしちゃんと可愛がってあげてくださいね。先生本当にありがとな。ここに来てから先週の人たちにはたくさん親切にしてもらった。いつか絶対この恩は返すから。ねえちょっと、あんたたちはまだ用事があるんでしょ？その子を抱っこしてると不便じゃない？ね、そうでしょ？触らせてくれたっていいでしょ。先に他の用事を片付けてきなよ。私は教法館に戻って仲間に薬を届けるから。それと運気軍としてみんなの困りごとを解決したり、毎日いい行いをしてるこの私が夢箔を控室まで連れて行ってあげる。ねえいいでしょ。ちょっと抱っこするだけ。絶対に持って帰ったりしたりしないから。もちろんいいぜ。それにいつでもこの子のところに遊びに来てくれていいからな。やった、ありがとうルカ。さあおいで、いい子だね。あんたみたいな小さい夢箔は生まれながらにしてスお姉ちゃんに食べられる運命なんだよ。今の師匠、ゼーレが初めて表現グマを見た時と全く同じだな。どうやら夢箔は理性を回復させるだけでなく、逆に失わせることもできるようですね。それも面白い研究課題になるかもしれません。他に用がないようでしたら私はこれで失礼しますね。夢箔を貸してくれてありがとな。ちゃんと可愛がるから。探偵してかなり時間を使っちまったな。リンクスや大牧師の人たちが待ちくたびれてないといいが。見ろ、リンクスだ。早く会いに行こうぜ。ルカ、待ってた。さっき広場でテーブルゲームをしている人たちを見てたら、偶然親切な女の子と知り合ったんだ。彼女、私たちが持ってきた玉鳥を修理してくれるって言ってくれたんだよ。でも、さっき何人かの牧者に連れて行かれちゃってまだ帰ってこないんだ。その女の子ちょっとひどくないか？ありがとう、すごく助かるよ。その子は向こうにいるはず。牧者たちと何かゲームをしてるみたい。せい社長、ますます腕を上げたね。普段から仕事しないで遊び事ばかりしてるだけある。大牧師で対局のことばっかり考えてるあなたにそんなことを言う資格なんてある？やっぱりお前だったか、せい社長。
ごめんごめん、つい夢中になっちゃって時間を見るのを忘れてたよ。え、もしかしてこの人って七死人じゃない？あなた、私たちのクラブ内で超有名よ。人形クラブよ、私たち全員があなたのことを知っているわ。つまり人形シロが好きな人たちの集まりだよ。あなたが人形シロだけで大木様に憑依していた西洋を屈服させたことは聞いたわ。これは人形シロが誕生してから300年の歴史の中で前代未聞の偉業なのよ。そうだけど、私たちのところには現場にいた牧者がたくさんいるの。隠しきれるはずないでしょ。もういいでしょ。私たちまだ用事があるからもう行くね。また今度遊ぼう。ダメ、行かせない。びっくりした、何するつもりなの。せっかく人形クラブで伝説になってる人に会えたんだから、そう簡単に行かせるわけにいかないわ。ねえ、私と人形シロで勝負してよ。じゃないと聖社長は連れて行かせないから。あなたと勝負するためなら何だってするわよ。仕方ない。一曲だけ付き合ってあげようよ。クラブで自慢できるこの機会を彼女が諦めるとも思えないし。やった、じゃあ早速一曲やりましょう。私と対局する準備はできた？ええ、早速始めましょう。さすがは伝説の七死人ね。私が出した問題をこんなにあっさり解いちゃうなんて。人形指導を始めると興奮して我を忘れて命がけになってしまう。私たちは大牧師で、なんと壮大で豪快で情熱的な対局をしたことでしょう。それこそが人形指導。これで満足した？じゃあ私たちはもう行くね。明日時間があればまた遊びに来るよ。あ、もう少しだけ待ってちょうだい。実は最近私たち人形クラブも演舞典礼に乗じて大規模な大会を開催しているの。ラフだけじゃなく泉州のあちこちからも同志が大勢参加しているのよ。私たちの新聞広告を見かけたことがあると思うんだけど、興味があったらぜひ参加してね。あなたが参加してくれるなら、この初めての大規模な大会は成功間違いないでしょうしね。それはよかったわ、とても楽しみにしているからね。驚いたでしょう。あなたは全く知らないクラブで大人気になってるんだよ。この人がいるか？はじめまして。あなたのことは最近新聞とかでよく見かけるよ。私は静寂、大牧師の牧者なの。リンクスから大体の話は聞いてるよ。それと彼女が持ってた珍しい骨董品が修理できるかどうかも見てほしいって言われてるんだ。見たところ確かにこれは玉鳥だね。
それも数百年前の旧型だよ。ちょっと興味があったからこれの復元を引き受けたんだ。やっぱりあなたには隠せないね。大木様は用事があって玉殿の故郷に帰ったでしょ。帰る前に私に大量の雑務、書類、資料、調書、整理、記録を渡してきたの。あまりの量に目が疲れきっちゃいそうだよ。でも今目の前に重要な歴史文献を修復できる機会がある。これは厳密に言えばサボりではないし、新しい物語も知ることができる。そんなの喜んでやるしかないじゃん。実はもう一部の記録は復元できてるんだけど、リンクスは絶対最初にあなたに見せるべきだって言ってきたの。その玉鳥の持ち主があなたの憧れの存在だからって。ああ、その通りだ。ありがとな、リンクス。それじゃあ再生してみましょう。俺を信じろ。お前の腕なら青函ツアー大会でも優勝できる。富、名声、他のやつが一生かけたところで得られないものでもお前なら簡単に手に入れられるんだぞ。勝てるならもちろん嬉しいが、それよりも試合後のスピーチを他の人たちに聞いてもらいたい。何を言いたいのかは分かっている。お前の故郷がどんな目にあったのかは聞いたことがあるからな。実際多くの世界がナヌークの狂気の配下レギオンに襲われている。だからあえて忠告しておこう。観客がチケット代を払うのは刺激のためだ。彼らはお前の警告なんかに興味はない。イゴール、お前は本当に奇跡の存在だ。辺境の惑星で生まれた選手がピアポイントの決勝まで勝ち進むなんて歴史上ごくわずかしかいないんだぞ。少しは楽しめ。俺は彼らを楽しませるためのただのおもちゃだ。俺が何をしたのか知ってるだろう。自分の腕を切り落としカンパニーの義手に交換した。これも全て試合をもっと刺激的にするためだ。母さんが今の俺の姿を見たらきっと悲しむだろうな。いや、お前の稼いでいる賞金額を見たらきっと分かってくれるさ。俺の賞金で軍隊を持てるだろうか。標準的な装備の傭兵部隊か。それを持ちたいなら少なくともあと20回は王座を防衛し、数えきれないほどの広告の仕事を受けないといけないだろうな。それまでにお前、そしてお前の故郷は果たして持ちこたえられるかな。なんて言えばいいのかわからないんだよ。彼は反物質レギオンの侵略前に故郷の星を離れ、銀河各地でボクシングの試合に出場していた。勝利した後は観客たちに反物質レギオンへの警告と自分の故郷を助けてくれるよう呼びかけていた。イゴールは本当にすげえ人だったんだな。だけど銀河はあまりにも広いから、一つの星が助けを求める声なんてちっぽけなものになっちゃう。さっきはごめんね、新しい物語だなんて軽々しく言っちゃって。ううん、大丈夫。これはもうとっくに歴史の中の話だから。いずれにしたって700年も前のイゴール本人の声を聞けたんだ。それだけで俺は十分嬉しいよ。この記録は
先週同盟のことに触れてない。彼が最終的にどうやってラフまで流れ着いたのかはわからないね。今の時点で復元できた内容はこれが全部だよ。もう少しだけ記録を取り出せると思うけど、それにはあと数日かかるって感じかな。もしかするとそれで彼がなぜ泉州にたどり着いたのかわかるかもしれない。また進展があったら連絡するよ。私はしばらく大牧師に残るよ。局長の修復のことでまだ手伝わないといけないことがあるから。できるだけ早く修復をするつもりだけど、まだ少し時間がかかると思う。お前は先に帰っててくれ。俺はちょっと一人で街をぶらつきたいからさ。先生はもっと街の中を歩いていろんなものを見ろって言ってただろ。もっとこう一人で辺りを散策したら大都会に対する恐怖も少しは克服できるかもしれねえなって。ラフに着いた時はずっとビビりっぱなしだったからな、はあ、俺もイゴールみたいにベロブルグのため銀河の各地で試合をしないといけねえな。毎回厳格に気遅れしてるわけにもいかねえだろ。また道に迷っちまった。なんでこの町の通りはどこもそっくりなんだ。お茶を飲むだけでも一苦労だとは。いやいや、何事もポジティブに考えるんだ。これは道を聞く力を鍛えるチャンスだろ。とりあえず近くにいるあのお兄さんに聞いてみるか。そこのお兄さん、お兄さんって呼んでもいいか。え、僕に聞いてる？君が長命種じゃないなら年齢はそれほど変わらないと思うけど、それで僕に何か用？不夜行って場所にはどう行けばいいか教えてほしいんだ。ああ、それならこの先を千夜通りまで進んで、それからしばらく道沿いに進んだら右側に講談をしている人が見えてくるはずだから、そこが不夜行だよ。ありがとな、本当に助かったよ。初めて別の文明の星に来たからいろいろ困っちまって。遠い異郷の地から来たら慣れないことがあるのも当然さ。他にも何かあったら遠慮なく言ってよ。ところで君はどこから来たの？ヤリーロ6のベロブルグってところだ。最近になってようやく銀河とのつながりを戻し始めたから聞いたことないかもしれねえが。ベロブルグ、聞いたことがある。その迫力ある鉄腕にも納得したよ。先生も演武典礼に出場するために来たの？先生なんてとんでもない、俺はルカだ。お前の言う通り演武典礼に出場するために来たんだぜ。そんで泉州ラフの防衛剣士に挑戦して名を上げたい。たくさんの人たちにベロブルグの名前を知ってもらいたいんだ。ってことは君、防衛剣士の元凶に挑戦するってことだね。それならやっぱり僕たちは縁があるみたいだ。もしかしてお前も演武典礼に出場する戦士で、その元凶ってやつに挑戦するために来たのか？まあそんなところかな。武芸者たるもの、常に自分に挑戦し続けないといけないからね。ああ、俺もそう思うぜ。戦士はいつだって自分や強敵に挑戦し続けねえとな。目の前の敵に怯えて立ち止まったら、それまでの戦いが無意味なものになっちまうからな。泉州ラフを代表する防衛剣士、元凶ってやつはきっと凄腕の戦士なんだろうな。そう考えると少しだけ不安になってきた。僕も演武台に立つときは君と同じ気持ちだ。もちろん
長年苦労して鍛えてきた腕には自信があるよ。だけど結局のところ、相手が一体どれほどの実力者かなんてわからないから、心の中には常に恐怖がつきまとってる。試合の前に恐怖を克服するコツならあるぜ。だだっ広くて人のいない場所で対戦相手の名前を大声で叫ぶんだ。その恐れている強敵を倒せると心から信じられるようになるまでな。実に面白い方法だね。いいね、やってみるよ。僕は必ず勝つ。最後に演舞台に立っているのは間違いなく僕だ。俺は必ず勝つ。必ず元凶を倒す。ほらお前も叫んでみろって。自分を鼓舞するんだ。え、僕もやるの？そうさ、一緒に叫ぶんだ。きっと元凶を倒せる。きっと元凶を倒せる。元凶なんか俺の敵じゃない。元凶なんか僕の敵じゃない。君の言う通りだね。叫んだら自信が湧いてきたよ。なあ、だから言ったろ。俺は世の中のことはよくわからねえが、戦いに関しては結構経験あるんだ。役に立ったんなら嬉しいぜ。ありがとうルカ。じゃあそろそろ僕は行くね。試合の準備もしないといけないし。ちょっと待ってくれ兄弟。そういえばまだ名前を聞いてなかった。霊人と呼んでよ。先週の言葉で冷たい剣という意味なんだ。じゃあまた会えるといいねルカ。霊人か。名前の通りクールながらいいやつだったな。ルカは帰ってきてるのか。控室に行ってみよう。
ディッシュはいらないと。火力が足りない。お褒めにあずく、せっかくですからぜひ召し上がってください。涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。出発の時間で遠慮を渡そう。最悪の誓い、お仕置きされたいの。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。生命はビッツァー、存分に味わえ。まだ涙雨触れて溢れる。この程度か。さあ存分に味わえ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。お褒めにあずく、せっかくですからぜひ召し上がってください。発覚を。あなた、すべては涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。貴様らの敗北は決まっている。協調よ。なだれに飲まれろ。極寒の審判。またか。お褒めに預かり光栄です。せっかくですからぜひ召し上がってください。またか。腰が。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。貴様らの敗北は決まっている。あ、お仕置きされたいのか。動かない方がいいですよ。火力が足りない。涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。フェロ、我が威厳のもとで。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。遠慮を渡そう。涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。涙雨ヘッヘッ、クリティが触れる。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。お褒めに預かり光栄。せっかくですからぜひ召し上がってください。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。あなた、涙雨ヘッヘッ、
クリティあふれる。すべては消える。またか。ここまでだ。最悪の力。涙雨降りて溢れる。印籠を渡そう。火力が足りない。お褒めに預く。せっかくですからぜひ召し上がってください。ここまでだ。またか。涙雨触れて溢れる。出発の時間だ。すべては消える。何を知りたいの？協調よ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。涙雨触れて溢れる。涙雨触れて溢れる。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。あがく必要はなさそうだ。印籠を渡そう。おめ、運命の道。生命をさあ存分に味わえ。涙雨クリティあふれる世界。Thank you.